備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕、いつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして信ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老子殿がお着きです。陣、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け、進め。
耐えられそうにありません。
止める。奇策があるやもしれん。開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。どうしよう。あの櫓、このままでは進めない。酒井、お前が策を練り、あの兵器を壊すのか。武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。この者とどまれ。行け酒井、槍を奪え。できることはないね。ではみんなのこと。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば。死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだから。猛虎にかける情けはないぞ。
道は開けた。推し進め。陣を組め。行け。橋まで進むぞ。おのおの橋へ進め。島を守れ。島を守るぞ。方向を海へ押し戻せ。一人も残すな。敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集め、橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。